はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の剰余の定理と因数定理丸2をお送りします。で、前回からねこのタイトルが始まって、これで2本目と。で、今回は因数分解をやっていきます。で、3問ね問題がもう載ってますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。それでは早速ね、まず1番の方から因数分解やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、因数分解なんでね、まあもう簡単じゃねみたいな感じもするんですけど、今までとねちょっと違うややこしいところがあって、それが3乗なんだよね。これ3次式になってると。で、まあその時どうやるかで、今からやる方法は、あるね、方法使うんですけど、他の勉強でも結構使えたりすることが多いので、ぜひね、覚えておきましょう。で、何するかっていうと、これね、x に好きな数字を入れてください。で、好きな数字を入れて、計算して0になるものを探します。入れて、計算して0になるもの。で、例えば、じゃあ3とか入れてみようか。3をね、全部3箇所に入れていくと、これ3の3乗なんで27でしょ。3の2乗で9だからマイナス18。で、3でマイナス3でプラス2。これ計算すると9、6、8で0になんないね。だからダメみたいな。で、結論から言うと、基本的に1、2、3、マイナス1、マイナス2、マイナス3、どれかを入れると大体当てはまります。どれかは当たる。高校の中間交差とか、ね、期末交差ぐらいだったら、それで結構補えます。ちゃんとね、そのなんだ、目安をつける方法も教えますけど。で、ちなみに今回1を入れてみると、いくよ。1じゃん。3乗1でしょ。1入れると、マイナス2、マイナス1、プラス2となって、これ計算すると0になるんです。はい、見つかったと。で、そしたらどうするか。で、これはね、俺の書き方なんで真似しなくていいんですけど、あ、1で OK って思ったら、1ってまず書いておくの。忘れないようにね。で、そしたら、まずこの式を筆算で、ね、今から割り算していくんですけど、3乗でしょ？マイナス 2x2 乗マイナス x プラス2と。で、ここがポイントで、1で割り切れるじゃん。これ1を入れたら0になるじゃんって。見つかったら、ここ。マイナス1で割ってください。1が見つかったからマイナス1なんです。もし2でいけるじゃんって見つかったら x マイナス2で割ります。もしマイナス1でいけるじゃんって思ったら x プラス1でいってください。いい、こうやって割る。で、あとは前にやったようにこう割り算やってるだけなんで、まず x2 乗かってやると x3 乗消えるからね、ここに合わせにいけばいいから、こうなると。で、普通に筆算していくよ。引くと、マイナス x2 乗、下ろしてきて、マイナス x。合わせたいので、マイナス x にすると、2乗でプラス x。で、引くと、マイナス 2x、下ろしてきて、プラス2。で、合わせたいから、マイナス2。で、こうなると。で、0だね。で、これは最初に、当てはめて0になるものを探してるので、必ず余りは0になります。これ絶対になる。もしこれならなかったらどっか計算間違ってるからね。最初の設定が間違ったか途中が間違ったかわからないけど。で、これで何が起こるかっていうと、ちょっと書く幅ないんで申し訳ないんだけど、これイコール、あ、これをね、これで割ったら小がこれ。つまり、この式イコール、これかけるこれになります。なぜかっていうと、割られる式は、割る式かける小足す余りだから。余り0だからもいらないでしょ。だからこの式は、これかけるこれになる。つまり、因数分解すると、x-1 と、もう一個、その小の方ね。x2-x-2 となります。でも、ここで止めちゃダメです。よくここで止めちゃうね。こう出てくるんですけど、これ、こっちがまだ因数分解できることがほとんどなので、それチェックします。で、実際これ因数分解すると、まずこれ左の方ね、書いておこう。で、これは中学校の時の公式で大丈夫だね。マイナス2と、プラス1。なので、これで正解となります。これ括弧の順番はもちろんバラバラで大丈夫です。いいかな？これがやり方となります。
で、ちなみになんですけど、多分ね、解いてくれた子の中では、ここ1じゃない子いると思います。で、実際、この問題は、最初、マイナス1スタートでもいけます。2をスタートでもいけます。どれ入れても0になるから。いい？それは自由です。どっから始めても。ただ、入れて0になるものが1個見つかれば、もうこっちで勝ちだよね、もうね。もうもらったってなるんだけど。いいかな？まあ、そんな感じでやってみてください。だからね、ここの割り算違くても、ここは絶対同じになるから。途中が違くてもね。で、次、行きましょう。で、じゃあ次ね、また入れていくんですが、まあ、俺基本的にね、1とかマイナス1から試していくので、まず1行ってみようか。1行くと、2になって、マイナス7になって、プラス9になるから、いけると思ったらいけなかったね。違うわ。これ、まあ、0にならないから、じゃあ次、マイナス1行ってみようか。行くと、マイナス2、マイナス7でプラス9。あ、いけるね。ってことで、見つかったから、よし、マイナス1いけるじゃんと。まあ、これは俺の勝手な書き方ね。いつも忘れないようにしようと思って書くんですけど。で、割り算をしていくと。で、さっきと同じだね。3乗マイナス 7x2 乗。で、ちっちゃなことですけど、今回 x のとこないんだよ。なんとか x って。だから、筆算やるときその分開けるんだよ。x の部分開けて、プラス9と。で、マイナス1が今回見つかったので、x プラス1で割ってください。じゃあ行きましょう。合わせたいんで、2x2 乗か。で、やると 2x3 乗プラス 2x2 乗。で、引くと、マイナス 9x2 乗です。で、俺隣がいないんで、ここまだ引かないで、あと下ろしてこないですね。で、この状態でここ合わせたいから、マイナス 9x。かけるとマイナス 9x2 乗かけてマイナス 9x で引き算するとなくなって、ここ引き算で引くから符号変わるから 9x ね。で下ろしてきてプラス9で合わせるとプラス9になって、ちゃんとね余りが0になって OK と。だからこの式っていうのはこれかけるこれにね因数分解できる。だからx プラス1と、一応さね、最初書いておこうか。2x2 乗マイナス 9x プラス9と、こうなります。で、さっきも言ったように、こっちの部分が、まだね、できることがほとんどなので、やると。で、これ、たすきがけでやる必要があるね。まだちょっとたすきがけの幅ないので、ちょっと暗算でやっちゃいますけど、2x2 乗が 2x と x ってわかるから、あと合わせるか。マイナス3とマイナス3かな。これでマイナス9になるもんね。つまり、これで OK となります。いいかな？つまりね、これ最初マイナス1じゃなくて3でもいけてます。で、なんでそんなのわかるかっていうと、ここマイナス1入れると0になるんだよね。で、ここに3を入れるとこっち0になるでしょ。結局ここが0になるパーツを今最初に見つければいいっていう話になってるので、そう。だからまあ2分の3はちょっときついですけどね。だからさっきの問題は1でもいいし、2でもいいし、マイナス1でもよかったの。ね、答えがわかるからね、後付けでわかるっていう話なんだけど。まあ最初にどれでもいいから1個見つかれば大丈夫といった感じです。よっしゃ、行きましょう。で、次なんですけど、まあ一応見つけに行って1とマイナス1試してみようか。1行くと2でしょ？で、マイナス3、マイナス11、プラス6。明らかにダメだね。で、マイナス1にしても、マイナス2、マイナス3、プラス11、プラス大きすぎるもんね。ダメだね。なので、次2とマイナス2を試すと。これね、慣れてくるとね、なんかパッとわかる人もいるらしいんですよ。見た瞬間に、あ、これ2や、みたいな。そう。ちょっと俺ね、その域に達してないので、試していくね、1個ずつ。で、2を行くと、3乗が8だから、16。マイナス12、マイナス22。これマイナスでかすぎんな。ダメだね。じゃあマイナス2でいくと、こっちがマイナス8になるから、マイナス16。で、マイナス12、プラス22、あ、これいけんじゃね ?6、28と。でね、OK と。だから、マイナス2でいけるね、これは。よいしょ。じゃあメモっときましょう。マイナス2。だから、あとはね、やること同じなんですけど、以上でお付き合いください。
2乗をマイナス 11x プラス6と。で、マイナス2で見つかってるから x プラス2で割っていきます。そして右側、あ、全然入ってたね、大丈夫だね。で、割っていくと、まず 2x2 乗か。で、2x3 乗でプラス 4x2 乗引くぜ。で、ここがマイナス 7x2 乗で下ろしてきて、こうなる。で、合わせたいので、マイナス 7x ちょっと消えそうやな。こうなって、よいしょ、2乗のマイナス 14x 引いて 3x プラス6と。で、3かければ OK だね。プラス3、 3x とプラス6、 OK と。よし。で、さっきと同じようにこれかけるこれをすればいいので、 x プラス2、そして小の方、 2x2 乗マイナス 7x プラス3と。で、後ろの方ね、小の方が因数分解できることがほとんどなので、またたすきがけですけど、前が x プラス2で、これもちょっとね、暗算で申し訳ない、 2x と x で分解して、後ろがマイナス3で、こっちがマイナス1でいけるか、マイナスでいけるもんね、そう、といった感じで、これで OK というふうになります。全部右上がりだね、線がね、申し訳ないけど、いいかな。なので、ひとまずはやり方、これまず覚えましょう。いい、入れて、X にね、その入れて、0になるものを探すと。で、見つかったら、それの、まあ、符号を変えてね、それで割っていく。で、出てきたら、必ず後ろの方、因数分解できないかチェックして、そこまでね、ちゃんと取ると。じゃあ、さっきね、最初にも言いましたけど、この目安ですよね。俺は基本的に1、マイナス1、2、マイナス2、3、マイナス3ってチェックしてしまうんですけど、目安としてよく言われてるのが、どれでいこうかな？じゃあ、これでいこうか。一番、次数の多い、今回3乗でしょ？で、そこの係数2じゃん。で、あと定数項のとこの、ここ、数字。で、こっちの約数分のこっちの約数ってよく言われます。約数分の約数。うん。で、やると、そのね、候補が出てくるんだよ。で、こっち約数だから、約数って1と2だね。2の約数は。で、6の約数って、まあ、1、2、3、6ってあるんですけど、まあ、これをね、まあ、これで約分、まあ、絶対値とかもつくんだけど、普通にやって約分して、1分の1なら1、1分の2なら2、1分の3なら3とか、1分の6は6みたいな、2分の6か3も同じか、これだと、それのプラスマイナスどっちかのどれかに当てはまるよみたいな感じなんですけど、よく俺がね、そのまあ塾講師やってる時に子供たちに言ってたのは、ここのね、係数が、ごめん、なまった、係数がバカ高いことってあんまないんだよね。たまに入試問題とかで 7x3 乗とか出てくるけど、そうしたらね、こっち使っちゃいますけど、でもあんまりないので、基本的にはその定数項のところの約数を使うといいっていう話をよくしてた。例えば6だったら、ちょっとこっちをもう無視してしまって、約数1236でしょ、それのプラスマイナスのどっちかだと。で、大体当てはまるから、それで、で、チェックするときは基本的に小さい数字からやった方がいいです。いい、当たりが出やすいんで、1からの方がっていうのをよく言ってた。だから、この9に関しても、こっちちょっと無視してしまって、9の約数って、1、3、9なんだよ。だから、プラス1、マイナス1、プラス3、マイナス3、プラス9、マイナス9。まあ、どれから行くといい。で、その時も小さい方から確かめた方がいいので、基本的には1、マイナス1。だから、その方法を取ると、2はチェックしないです。これはね。まあ、マイナス1が当たるんでね、特に問題はないんですけど、まあそんな感じで、これね、結構先生によって、なんだろう、教え方が違うと思うんですけど、まあそんな感じでやってたなと、そんな風にね、思ってもらえたらと思います。では、今回は高校数学、数2の剰余の定理と因数定理丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、このタイトル一応4まで続けるつもりなので、次ね、丸3また撮っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。